ホワイトカルテットのラジオを略してカルラジ。どうも皆さんこんにちは、 MC のホワイトカルテットスタッフのカズです。このラジオはホワイトカルテットの魅力を感じ知っていただけるように、さまざまなコーナーを行っていくラジオ番組でございます。さて今回もメンバーを呼びしてます。どうぞ。ボーカルギター長尾と、ギターうれしいと、ベースのゆかんねと、ドラムの特訓です、またこのメンバー全員に来ていただきました、ね、言っちゃダメそういうこと言っちゃダメ日本鳥はい、またこのメンバーで お送りしていきたいと思います。今日も噛んでます。はい、すいませんではそろそろ始めましょう。ホワイトカルテットのラジオ、略してカルラジスタートです。もうホワイトカルテットのラジオ、略してカルラジ。ではコーナーの方へ参りましょう。メンバーについて掘り下げましょう。このコーナーは、メンバーについて、あるテーマを提示しますので、そのテーマに応じてお話しいただこうというコーナーでございます。今回は特訓、ドラムの特訓が来ていただいていますので、特訓の掘り下げをしたいと思います。でテーマは、 その掘り下げるテーマが音楽を始めた理由なんですが、まあこれは特訓以外の3人にはもう全員聞いてると思いますが、軽くおさらいしとく。西何やったっけ、あれ覚えてないんだよな。答えたはず、はず。なんて答えた、なんかアコギかなんかって言ったっけ。あ、まあ初めたっちゃ初めたっすけどね。あれいや、なんかアコギでバンプがどうのこうのじゃなかったっけ。ちゃうかったっけ。あれ何やった、何やったか覚えてない、全然覚えてない。ゆかんの何やったっけ。私はピアノが、ああ、そういうことは、俺ピアノとか言い出した。俺も何歳かな、え、何歳か、何歳、もう3歳ぐらいから。3歳ぐらい、もう英才教育やん多分記憶ない、いつ始めたか記憶ない。物心ついた頃はもうやってた。すげえな、もうミュージシャン小4ぐらいまで。あ、ピアノやっとった。ピアノやってたけど、そんな今みたいに J-POP 弾くとかじゃなくて、なんか弾き語りみたいな、なんかそんな弾き語りちゃう、なんていうか、クラシックなんていうか、ピアノだけみたいな、あの、なんか、なんていうか、ああいうジャンルなの歌ないやつ、あ、インフト、ピアノインフト、なピアノだけみたいな。少年ぐらい前やってて、そっから離れて、まあ受験とかでいろいろ話になって、高校入って、そんだけ聴いてた音楽もロックじゃなくて、もうなんか小室哲哉さんめっちゃ好き。めっちゃ古いけど TM ネットワークをさ、言うとったね、この間。でも、まあ、ピアノ弾いてね、たまたままだ家にピアノ残ってたから、その時も明るくなんか弾いたりとかで、まだそのバンドなんかこんなにしてなくて、高3の時にモンパチに出会って、うん、それも遅いけどちょっと遅いけどモンパチに出会って、なんか、ああなんかこんなんやりたいなみたいな。でベースに行ったで、社会人18で会社員になって、7月の初ボーナスでもう急にベースを買って。あ、ほんならまだ最近やんな、言うてんの。言うてやからベース長いとか言われるけど、まだ6年ぐらい、6年ぐらいで、ブランク1年あるから。そんなドラムなんかなおさら、ドラムなんかもうブランクだらけで、多分全部合わせた2年まだなんてレベルでもういきなりレコーディングとかライブとかやらされてますなるほどね、なるほど。まあ、はい、ありがとうございます。これでいい、これでいい、はい、これで大丈夫です。初めて理由になってんの。まあ理由、まあ理由、まあ経緯、経緯、はい、はい、そんな感じでですね、はい、はい、ありがとうございます。はい、で、以上、メンバーについて掘り下げましょうでしたでしたホワイトカルテットのラジオ、略してカルラジ。さて、そろそろエンディングのお時間が来てしまいました。メンバーの皆様いかがだったでしょうか。って何してるの片付けてる。あ、うん、そうやね、はい、よかったね、今よかったね、特訓の、そう、特訓の話、特訓の話が、まあ、こんなこと話すのに意外と初めてかもしれない。そうそう、じゃあだから俺らもラジオやっとって、うん、アピアノで、あの、何やったっけ、ラルクちゃんは、え、ラルクやったっけ、ラルクか、そう、あの、ほら、そうなん、好きでっていう話、えーって初めて、意外とはね、そうそう、意外とこういう場じゃないとこういうこと言えへん、まあ、あんなね、プライベートでそんな楽しい話、誰がズカズカ聞きにくい
お互いのプライベートはもう向き変えないでしょ。なんかそれそれで問題ありそうなっていう。そうそう、いや、あのそのいい感じの距離感だったのかな。そんな感じです。はい、ありがとうございます。このからだじは Twitter のリプ、YouTube のコメントで感想をお待ちしております。 YouTube アカウントは英語でホワイトカルテット、 Twitter アカウントはホワイトカルテット、またはアットマークをお持ちで WQ0529 での検索をお願いしています。このからだじは各週で配信していきます。次回は違うメンバーやゲストさんが来るかもしれませんのでお楽しみに。それではホワイトカルテットの略ラジオ、略してカラジ MC のカズと、ボーカルギター長尾と、ギターのシーと、ベースのゆかんのと、ドラムトックでした。また次回お会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。